男女7人夏物語のドラマよく見てましたね。まあ、これが明石家さんまさんと大竹しのぶさんの出会いとなったドラマになるわけですけれども、さあその企画プロデュース明石家さんまさん、そして声優の方にっこちゃんを演じるのは大竹しのぶさんという、昨日から公開になっております漁港のにっこちゃんご紹介したいと思います。私もこの作品すごく好きでした。本当にぜひおすすめしたいなって思うんですけれども、普通が一番ええのやでっていう、そのにっこちゃんが幸せを届けてくれるっていうハートウォーミングな物語なんですね。でこれは小説、西加奈子さんの小説の映画化になるんですけれども、今回は実写ではなくてあえてアニメーションでの映画化となっているわけなんです。でさんまさんと西加奈子さんの出会いっていうのはもう5年前になるそうなんですけれども、西加奈子さんの直木賞受賞作でありますさらばっていう著書がありまして、その文章での大阪弁の使い方がねめちゃくちゃうまいっていうふうにさんまさん思われたそうで、そこで全作品を読んでこの漁港のにっこちゃんにすごく感動して、その時も絶対映画化したいって思われたそうなんですよね。で西加奈子さんというのは大阪府で和泉市の出身の方ですので、やっぱり関西弁の使い方が非常にうまいのは当たり前といえば当たり前なんですけど、それを小説の中にこう盛り込んでいくっていうのは結構難しいと思うんですが、そこをやっぱりさんまさんすごいなと思われたみたいで、もう西さんに即オファーしたらもう快諾を得たということで、今回こうアニメーションとして公開に至ったわけなんですけれども、さんまさんにとってはにっこちゃんとその娘きっこの母と娘が大阪から流れてきた設定っていうことがより親近感を持ったっていう、やっぱりこう関西の匂いっていうのがねあるっていうのもあったんじゃないかなと思うんですけれどもね、訳ありの母と娘が精いっぱい生きる愛おしい姿、そして笑って泣けてすっとこう勇気をもらえる作品になっているんですよね。でこのにっこちゃんっていうのは恋愛では失敗だらけの人生なんですけれども、生まれつきこうポジティブな性格で周りの人をハッピーにするっていう、このにっこちゃんは先ほど言いましたように大竹しのぶさんが声優として演じてるんですが、にっこちゃんと同じ大竹しのぶさんは上座の A 型だということで、まあそれは置いといてですよね。すごくテンション高くとてもふくよかなんです。にっこちゃんですから、お肉の肉って書いてにっこちゃんなんですけれども、ふくよかでもう食べるのも大胆で、一生懸命働くんですよね。もういつも一生懸命なんですけれども、この吹き替えの時にですね、アフレコの時になるんですが、やっぱりさんまさんがずっと副調子っていうか一緒にいたんですけれども、もうアドリブをすごく大竹しのぶさんに要求するらしいんですよ。ここアドリブで言ってとか、でその台本の中にないんですけど、ここはちょっとヒーって叫んでとか、なんかそういうのでお二人のその意思の疎通、やはり元ご夫婦でいらっしゃるから、なんかその辺も面白くこの映画の中に出てるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ハッピーな感じっていう、だからこうテンション高めでいつも元気っていう雰囲気を大竹しのぶさんが出してた。そして娘のきふこを演じますのが、この声優になるのが夢だったそうですよね。木村拓哉さんの長女のここみさんが声を担当してるわけなんですけれども、今声優初挑戦で映画デビューを果たしたっていう、とても良かったです。ウイウイしくって声もすごくいいトーンだったっていうふうに思いますね。アニメのきっこちゃんにぴったりの声だったと思います。でこのここみさん自身も小さい時からね、木村家とはさんまさん仲がいいですから、声優学校に通ってたっていうのを覚えててくれたんだっていうことで、すごくさんまさんに感謝してるっていうようなことも言ってらっしゃいましたけれども、その他にはですね、炭治郎、鬼滅の刃の炭治郎の声でおなじみの花江さんがね、夏希さんが出てるんですよ。だからすごくこう、なんていうんですかね、心地いいんですよね、声が、皆さんの。だからぐーっと中に入り込みやすいっていう感じがするんですが、やはりさんまさんが
企画でプロデュースっていうこともありまして、もうすごいエンターテインメントの方々が集まってこの映画を作っていらっしゃるんですね。で、渡辺監督っていうのはドラえもん、のび太の恐竜2006とか怪獣の子供などを作ってきてらっしゃって、で、創作画ですよね。監督にはスタジオジブリ期生の小西健さんが担当している。そして、あの、美術監督の方もですね、非常に有名な方で、美術監督の方はやはりショコラの映画でご紹介したのを覚えていただいてたら嬉しいんですけど、ショコラっていう映画、あの、フランスの小さな町を舞台にしてるんですけど、その舞台のイメージであるとか、隣のトトロとか、フレンチトーストを焼くシーンがあったりするんですけど、それはクレイマークレイマーとか、いろんな映画のモチーフを入れ込んでいるっていうところも、あの、いろんな映画を見ている方にとっては楽しめるところでもあると思うんですね。で、アニメーション制作に関しましては、映画の、あの、煙突町のプペル、などをですね、あの、作ったクオリティと世界観で世界中にファンを持ちますスタジオ C がこれ担当してるんですね。で、ココミちゃんもスタジオ C の作品がすごく好きで、あ、この作品に出られてすごく嬉しいっていうぐらい、スタジオ C の映像っていうのは素晴らしいところがあるんですけれども、エンタメ界最高のコラボレーションであるだけありましても、自然の残るノスタルジックなその漁港の景色と季節の移り変わり、ものすごく美しく描かれてるんですよね。そしてキャラクターの表情もすごくいいんです。で、この映画の中でところどころにトカゲとかヤモリが登場してくるんですけど、あ、これはさんまさんのモチーフだなっていうのは、あるところを見るとすぐ分かるんですけど、あ、やっぱりちょっと入れ込んでるなっていうようなところもあって、楽しかったですよね。で、とにかく、あの、さんまさんは作り手が面白いと思うことが大切だっていう気持ちでこの映画をスタートさせたそうです。で、その監督の温かみと鋭さのある演出表現と、さんまさんのつかみのセンスっていうものがこう反映して、いい意味でコラボレーションになってるなっていうふうに思いました。はあ、やっぱりさんまさんってすっごい心の温かい人だったんだなっていうようなことも感じ取っていただけるような気がします。で、今回、あの、主題歌なんですけれども、さんまさんの最大の曲であって人生の教科書だと語っております吉田拓郎さんの名曲イメージの歌が使われているんですけれども、サウンドプロデュースはグリーンが担当してまして、グリーンはあのエンドテーマのエンディングテーマのね、あの、滝天っていうのを書き下ろしているっていうぐらい、さんまさんと交流があるそうですね、グリーンもね。ということで、その音楽っていうのをすごく、あの、大事に、あの、使ってるんですけれども、主題歌のこの吉田拓郎さんの名曲のイメージの歌なんですが、さんまさんはやはりその大人の歌詞を小さな女の子に歌ってもらいたいっていうことで、さんまさんの希望で今人気の子役と言われております稲垣くるみちゃんにこの歌を歌ってもらってるんですね、映画の中では。それがまたね、いい味になってて、ぜひ、あの、この主題歌の歌詞の意味っていうのも一緒に、あの、聞きながら、あの、この漁港のニッコちゃんを見ていただきたいと思います。とっても明るくって面白くってコミカルなんですけど、ラスト、あ、この親子にはこんな秘密があったんだっていうところから、ググッとこう胸に響くものがあって、私ラストシーンなんですけれども、まあ、女性であるからかもしれないんですが、気がついたら涙がポロポロポロと出てしまったんですよね。その涙は一体何だったのか、ぜひ、あの、皆さんにもご覧になっていただきたい